くなりました。中心中の武家住宅が並ぶその後ろ工事と呼ばれる一角に、完成時代から現代まで武家屋敷を活用保存してきた戸籍家、その古来は左衛門元成という人で、松川家の家臣戸籍八右衛門元成の次男にあたり、松川家から高倉家四代の村長に嫁いだ松林院大石に伴われて初めて Shiroishiに来ております。延宝8年といいますから約320年前のことです。